はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日は月曜日なので、先週あったカメラ関係のニュースっていうのをまとめてご紹介しようと思います。で、まあ先週のね、もうカメラニュースといえばもうこうキャノン一色という風な感じで、まあそれに伴ってね、今あのカメラ界のトレンドっていうのはこう APS-C で結構熱い戦いが始まったっていう感じで、今日はね、その辺のこう各社のね、APS-C カメラに関しての動きっていうのがこう活発にあった1週間だったんで、そちらを軸にお伝えしていこうと思います。でまず最初にやっぱりこうキャノンで、キャノンは先週ですね、 EOS R7 と EOS R10 っていう2台の APS-C カメラっていうのを発表しました。 EOS R10 の方がエントリー向けで、 EOS R7 っていうのがまあハイエンドクラスみたいな扱いなんです。ちゃんとこう2台とも EOS R7 も R10 っていうのもそれぞれのこう特徴っていうのがあって、ちゃんとね、差別化がうまくされているなという風な印象で、で EOS R10 に関してはエントリー向けのカメラなんだけれども、AF に関してオートフォーカスに関してはもうプロレベルというか、スポーツであったりだとか鳥だとかっていうのもそういった環境下でも十分使用できるレベルのオートフォーカスっていうのがエントリー向けのカメラに搭載されているっていうことで、やっぱりこの点でオートフォーカスっていうのはプロだけじゃなくて、エントリー向けのユーザーにこそ必要な性能だというふうにも言えると思うんで、エントリー向けなんだけれどもオートフォーカスに関しては全然こう妥協しなかったっていうことで、これもねかなり評価が高いですし、で、まあ、EOS R7 に関しても、まあ、各社から出ている APS-C カメラの中では総合力でいうと結構トップなんじゃないかっていう風なレビューっていうのもあって、オートフォーカスもそうだし、あと連写性能ね、これなんかも電子シャッターで秒30コマで、メカシャッターで秒15コマっていうことで、この辺なんかも例えばこう各社のフラグシップモデルなんかと同等レベルの連写性能っていうのを積んでいると、あと動画に関してもね 4K60p で撮影できたりだとか、あらゆる分野で総合力の高いカメラに仕上がっているっていうことで、やっぱりこうやってエントリー向けとハイエンドっていうのを一気に同時にね発表できる、キャノンの強さというか、やっぱりそうすることでやっぱり買うユーザーっていうのはね迷わなくて済むんでね、この辺やっぱりキャノンはね自力があるんだなっていうのはまざまざと思い知った形 でしかもAPS-C 用のレンズね、今回の2本のレンズっていうのが発表されたんですけれども、噂としてはこれ以外の APS-C レンズっていうのもキャノンは計画中ということで、フォトルーマーズによると今回発表された2本以外にも5本ぐらいのね APS-C 用のレンズっていうのをキャノンは開発中だっていう話なんで、キャノンはねちゃんとこう APS-C の開発っていうのもボディだけじゃなくてレンズもやっていくっていうのは間違いないのかなというふうに思います。で、今回ねこうキャノンがねミラーレスの APS-C に参入したっていうことで、一気にこの APS-C 界隈っていうのが盛り上がってきているんですけれども、それにこう呼応するような形でソニーもね APS-C に関してのいくつか動きっていうのがあって、でまずねずっとね半導体不足等の影響もあって受注が停止されていた α6400 の受注っていうのが再開されました。まだZV-10 に関してはね受注は再開されていないんですけれども、 α6400 は再開されたということで、ここのところずっとこうソニーっていうのはAPS-C カメラっていうのが事実上こう市場にこう在庫分しかないっていう風な状況だったんですけれども、今回 α6400 の受注が再開されたことによってまたソニーの APS-C っていうのも市場に戻ってくるということ であとずっとここのところ話題になっているソニーの APS-C 用の広角レンズなんですけれども、これはソニーアルファルーマーズによるとこの3本のレンズね、 11mmF1.8、 15mmF1.4、 10-20mmF4.0 のズームレンズ、この3本のレンズに関して6月中に発表されるだろうというふうな噂が出てきています。なので今回こうキャノンの発表で一気にこう盛り上がってきたミラーレスの APS-C カメラに関してソニーもしっかりとこう対抗してくるということで、で次なんですけれども、APS-C といえばやっぱりこう富士フィルムなわけで、富士は5月31日に X サミットの開催っていうのを予告していて、でここで発表されるだろうというのが富士フィルムの XH2S なんですね。高解像度の XH2 と解像度を抑えてこう積層型のセンサーを搭載している XH2S、 この2台っていうのが、ね、用意されているだろうというふうな噂で、この XH2S に関して値段に関する噂として富士ルーマーズによると$2,499になるだろうというふうな話が掲載されていました。現状噂では積層型のセンサーを積んでいるということなんで、フルサイズのフラッグシップで積層型センサーっていうとソニーの α1 であったり、ニコンの Z9 とかっていうのがありますけれども、そこと比べるとだいぶ値段がもう半額以下ぐらいに抑えられるっていうことで、マイクロフォーサーズのね OM1 と比べてもそんなに値段が変わらない、
あの OM-1 は、米ドルで約2200ドルぐらいなんで、それよりもちょっと高いぐらいで APS-C の積層型センサーが手に入るということで、これもねやっぱりこうキャノンやソニーの APS-C カメラでも言えることなんですけれども、フルフレームと比較した時にやっぱりコスパの良さが目立つっていうのが APS-C カメラのねいいところだと思うんで、キャノン、ソニー、富士フィルムとかなりここ最近この APS-C カメラが盛り上がっているということで、今後まあニコンとかもね APS-C どうするのかっていうのが気になるところなんで、僕自身もこうソニーの APS-C カメラって使ってますけれども、やっぱりフルサイズとマイクロフォーサーズのちょうどこう中間ぐらいっていう感じで、それぞれのねいいところっていうのが使いやすいあのフォーマットだとは思うんでね、あの今後もこの APS-C カメラに関する情報っていうのは注目していきたいかなというふうに思います。で、APS-C とは関係のない噂として、なんと OMDS が7月に OM5 を発表するだろうというふうな噂が、あのここ数日一気に広まってきていて、どうやらこれがほぼほぼ間違いないだろうっていう話らしいんですよね。で、この OM5 に関しては、あの先日発表された OM1 からいくつか機能を省いて、価格面でも安く設定することができるカメラっていうことで、ただこの OM5 に関しては、あの OM5 っていうねネーミングからすると、例えばオリンパスの M5 ね、 EM5 この系統にあの取って変わるのかなというふうな気もするんですけれども、このフォーサーズルーマーズに掲載されていたあの噂によると、これはあの EM5 MAX3 の後継機ではないという話らしいんですね。ただね、いずれにせよこの OM5 っていう新しいカメラは7月中にでも発表されるっていう風な話なんで、こちらの方も注目かなというふうに思います。で、最後のカメラニュースとして、シグマが6月1日にオンラインでの新製品プレゼンテーションを開催することを告知しました。まあ、シグマに関してはね、いくつかのレンズの噂っていうのもあるんですけれども、おそらくはずっとね、噂にあった16から 28mmF2.8 のズームレンズになるのではないかというふうに噂されています。はい、というわけで、本当先週はね、キャノンの APS-C カメラ一色という感じで、まあ、それに合わせてこう各社の APS-C カメラに注目がいった1週間だったとは思うんですけれども、まあ、今週ね、どういったこうカメラニュースがあるのかっていうのを楽しみにしていきたいなというふうに思います。まあ、というわけで、まあ、こんな感じで毎週月曜日はカメラニュースをまとめてご紹介しておりますので、もし聞いていただきましたら、インドチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。